日本東京都世田谷区玉川地域、桜新町桜新町は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は桜新町1丁目及び桜新町2丁目。郵便番号は154-0015 15。玉川地域に属する。当地域内を走る東急電園都市線、桜新町駅の南側が桜新町1丁目、北側が 桜新町二丁目に分かれる。講義には桜新町駅を中心に広がる町を指す場合が多い。駅前には古くからの商店をはじめ、ファーストフード店やスーパーマーケットが軒を連ねここから鶴巻、深沢、新町などの住宅地が四方に広がる。マンション建設ブームに伴い、平成期に入って以降、急激に人口が増えている地域の一つであるが、 古くは、桜新町一丁目に畑が、桜新町二丁目に、町工場が多く、現在も駅前の世田谷目黒農業、共同組合などにその名残が感じられる。桜新町二丁目には、世田谷区では珍しくなった純工業地域が今も存在する。深沢七丁目、深沢八丁目の桜は、桜のトンネルのようになっている。 1933年観光の玉川電車名所図に桜新町限定の南側に桜トンネルの記載が確認できる。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば桜新町2の14の8の地点で70万2千円平方メートルとなっている。新町の名はこの一帯は万事年間に開拓された農地であり、 武蔵区に原郡世田谷村より独立分村し、世田谷新町村と名付けられたことに由来する。新町は1912年から1913年にかけて東京新宅株式会社により関東初の高級別荘用地である新町分譲地が造成された。この時、現在の桜新町1丁目、深沢7丁目、 深沢八丁目にあたる開発地の通りに、ソメイヨシノの並木が設けられた。桜新町の名称は、1932年の東急玉川線の駅名に最初に確認できる。なお、近くの東京府立桜町工場学校は、1941年から桜町の名称を使っている。1968年の住居表示実施の際、 現在の桜新町の町域を新町から分離し、旧町名、新町に桜を冠して桜新町とした。桜新町駅前に設置されているサザエさん一家の銅像昭和期、当地域に漫画サザエさんの原作者、長谷川町子が居住していた。国道246号にほど近いセブンイレブンは、以前は三河屋という視点で漫画に登場する。 三河屋さんのモデルであった。また、桜新町一丁目の長谷川町子美術館では、サザエさんの原画が常設展示されているほか、長谷川姉妹所蔵の美術収蔵品展示が行われている。桜新町駅と東美術館を結ぶ、 商店街通りが、サザエさん通りと名付けられ、公共スペースのあちこちに、サザエさんのイラストが施されるなど、サザエさんの街として親しまれている。サザエさん通りを南に15分ほど行くと、日体大が左手に見える。桜新町駅は、日体大世田谷キャンパスの最寄り駅で、日体大生の下宿も多く、桜新町商店街が、 日体大の箱根駅伝出場を祝う垂れ幕など12月には掲げられている。1981年には桜新町商店街と大学との協力で地域活性化ソフトボール大会の親睦試合も催された。1952年頃働き手不足に悩んでいた桜新町の商店では商店会の発案で新潟県や千葉県から中学校を卒業したばかりの 若者たちを受け入れた。これがその後の集団就職ブームの先駆けとなった。行政区分の変遷開花時に桜祭りが開催され、同町在住の歌手、水前寺清子が歌い、近隣の日本体育大学の閲殺さが毎年、恒例で行われる。駅前通りの八重桜の並木は当地域のシンボルとなっている。2019年9月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急バスの路線が町域内を通るほか、南側を通る玉川通り沿いを通る路線も利用できる。太地は町域にある停留所。玉田が通った通りが1丁目と2丁目境の東西を貫き、南側には国道246号と首都高速道路3号渋谷線が通る。 南北方向では、一丁目の長谷川町子美術館にへ行く、サザエさん通りが中央部を南北に通り、二丁目の東側は、新町二丁目交差点から北上する都道427号が鶴巻方向へ抜けている。西側は、馬事公園通りが、世田谷通り方面へ抜けている。ありがとうございます。